ちは。どうした。皆さんこんにちは。カシオミコリーナのゆいにょです。私の企画タイム、まあ、3人の中で一番最後にやらせていただくんですけど、私の企画タイム、まずはいつも通りギターで弾き語りをして、その後ちょっと特別なこと、いつもとちょっと違ったことを用意してるので楽しみにしててください。はい、じゃあまず最初に弾き語りでやる曲は、この前もあのジブリでやったんですけど、またジブリ続きみたいな感じで、魔女の宅急便っていう映画の主題歌のユーミンさんが歌ってる優しさに包まれたならをやりたいと思います。はい、それでは聴いてください。優しさに包まれたなら。すいません。一回中止で、ちょっとキペイさんやってくれるとのことなんで、チューニング、はい。ちょっと待っててください。すごいですね。キッペイさんがやってくれました。すいません、じゃあもう一回最初から聞いてください。優しさに包まれたなら。
はい、じゃあちょっと次のやつ、ちょっと初のや取り組みなんですけど、ちょっと準備するのでちょっと待っててください。